3分でわかる第7装甲師団解説ハッチもあるよ。おそらく最も有名な装甲師団である。そんな第7装甲師団は第6装甲師団と同様に、10月18日に軽師団から編成された。師団の初陣は西部戦役であり、やはり他師団と同様に定置諸国に侵攻した。ただ他師団と違い、当師団はフランス機甲部隊と幾度も砲火を交え、5月15日には重戦車を伴うフランス第1機甲師団、5月21日にはアラスにて英仏の戦車と戦い、戦車の性能では英仏に劣るものの師団砲兵や高射砲を用いて敵を撃破した。アラスでは多くの戦車を失ったものの、そのままフランス国内を精神。連合国兵のイギリスへの脱出を防ぐため沿岸部の港を次々と制圧し、最終的にはフランス西部のブルターニュ地方まで進出した。停戦後は A 本土攻撃に参加するために待機していたが、実施の見込みがなくなるとソ連国境まで移動した。6月から始まった独ソ戦には中央軍集団の一部として参加し、ミンスクやスモレンスクなどの都市にてソ連軍を包囲殲滅し、交通の要所であるブリアンスクの奪取に貢献。その後は首都モスクワを目指し投進した。11月にはモスクワ運河まで到達。しかし12月より赤軍の反撃が始まり、師団は撤退を余儀なくされた。師団はモスクワ戦までに大きな戦果を挙げたものの、無視できないほどの損害を被っており、兵員の大部分が冬のロシアの土に消えていた。そのため師団は再編成を兼ねて南フランスにて沿岸防御に従事。その後イタリアと共に EC フランス解体に参加。作戦後も沿岸防衛に従事し続けたが43年1月には再び東部戦線に送られ、戦線の維持に努めた。2月には第27装甲師団を吸収し4月には後方へ移され装備の更新を行った。6月から始まったクルスクの戦いでは第6、19装甲師団と共に進行部隊の側面防御に従事。作戦中止後はハリコフ西方に配備され、ソ連軍の進出に伴い11月にはキエフまで撤退。この際にキエフ北西にてソ連軍の攻勢を食い止めるために他装甲師団と共に阻止に動いたが、大損害を被った。その後師団は北方での攻勢に対応するためリトアニアまで移動。例のメーメルにて防衛線に従事するが包囲されることとなる。歩兵師団が駆けつけ命からがら回路で脱出することはできたが、残存師団のために重装備をすべて残した。迫り来るソ連軍に対応するためにバルト海沿岸で絶望的な防衛線に従事するが、再び包囲されることとなる。この時も回路で脱出することになったが本国まで戻った兵員はごくわずかであり、まともな戦力がなく予備軍としてベルリン北部に集結。最終的にはさらに西へ撤退し、わずかな残党がベルリン西方でアメリカ軍もしくはイギリス軍に降伏した。余談ではあるが第5、6装甲師団と共にフランス戦時に捕虜の処刑に関わった疑惑がある。終わり、平定。